お腹すいた？うん。すいたね。やっぱさ、ご飯ってさ、作るのも嫌じゃん。うん。だし、なんか何食べたいか分かんない時あるじゃん。うん。だから、今日はUberEatsにしちゃおう。しちゃおうか。うん。でね、僕さ、今何食べたいか分かんないの。そういう時あるじゃん。あるよね。うん。じゃあ、それでよく喧嘩するじゃん。うん。そう、だから今日は、もう、相手に決めてもらえばいいんじゃないかと。ああ、なるほど。カホは、僕の決める。うん。僕はカホの食べるもの。ああ。そうすれば、まあ、文句も言えないし、まあ言えるけど。まあ、食べざるを得ない。そう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 。なんか実家の時とかもさ、出してくれたものを食べてたじゃん。うんうん、それで特に文句なかったじゃん。今はなんか求めすぎなんだよ、うちらは。だから今日は、UberEats頼み合いをしてみたいと思います。まあだから量とかも自由。あ、OK。うん。相手の食べれる量を見計らって、なるほどね、相手がどれぐらいお腹空いてるかとか、あ、まあ、うちらもう5年も一緒にいるからさ、うん、そんなのわかるじゃん、うん、何今の投資、胃袋の投資だからやってみよう。はい、よし、何にしよっかな。何系でもいいってこと？何でもいいよ。カホはどれぐらい今、あ、もう腹ペコですね、カホ。トモヤも腹ペコだ。胃袋が分裂し始めて終わりだろ、そいつも。カホの好きなものにしとかないと、後で何されるかわかんないから。何もしないよ。あ、どう？このブロッコリーと鶏胸肉ってやつはどう？こんなの作って。カホ何の気分かな？麺か米かパンかってさ、そういうのも全部自由でいいわけ。そう、全部自由、全部自由。これ好きかな？そんな挑戦しなくていいよ。僕大体好きなものわかるでしょ。わかんないよ。あ、そう？意外とさ、うちらさ、お互いの食の好みあんまわかんないよね。わかんない、うん、だってトモヤは何でも同じぐらいの感じで食べるから特にこれっていうのがわかんない。カホなんて本当にわかんないよ。はい。いや、僕のじゃないの。そうだ。なんだそれ。何それ、ヒューマンフォールフラットみたいな歩き方。そっか。なんだろう、なんだろう。ワクワクするね、結構。目つぶって。つぶってるよ、もう。なんか多そうだよ。結構何回も人来たよ。じゃあ僕、カホのやつ。あ、いいよ。なんだろう。僕が頼んだ。カホの昼ご飯、こちらです。どうぞ。おお、なるほど。大戸屋のお弁当にしました。初めて食べる、ね、やったよかった。あ、なるほど、いいいいいい、よかった。これが来るとは思いもしなかった。あ、そう、うん、嬉しい。同じさ、とこから見ているからさ。そうね、そう、店の候補は大体、まあまあ、そうね、浮かぶじゃん。うん、そう、これカホに頼みそうだなって思った中にはなかった。あ、ほんと？イエーイ。てか、あったっけ？あったあった。じゃあカホ披露する。うん、じゃあ一つ目。一つじゃねえんだ。まず先にみんなに見せる。あった。うわー、すげえ、美味しそう。なんてね、結構今二郎系ラーメン。うわー、やったー。超美味しそうじゃん。とりあえずラーメン買っときゃいいだろうと思って。でもなんか小さめのやつにしました。あー、他にもあるかな。今後の胃袋にしました。はい、じゃあ次、はい、目つぶってください。はい、せーの、はい。おお、意外すぎる。餃子の王将天津飯エビチリセット。多すぎだろ。多すぎだろ。餃子なんじゃん。天津飯、エビチリ。天津飯食べてみたいってなんか話してた記憶を思い出した。あ、僕が、うん、確かに確かに。あとはなんかエビチリもついてる。ついでのエビチリ。エビチリはなんかトムヤ好きかなっていう。まあ好き好き好き。次。まだあんの？まだあんの？最後最後。あ、最後。結構でかいな。予想外でも。せーの、あ、うお、チョコクロワッサンセット。おー、飲み物もある、すげえ。こっちはカホのです。あ、そうなんだ。自分で頼んでんじゃねえか。
すごい、なんだっけ、サンマルクか。うん、チョコクロワッサン5個入りのやつ食べたことないんだよ、僕。じゃあ僕これダメな、これ。こっち普通に3人分だもんね、これ。そっかそっかあ、でもちょっとギリギリまで食べてみようかな。食べてみて。やったあ、あともう一個こだわり忘れた。この天津飯は、なんか味が、あんの味が3つ選べて。あ、そうなの。京風ってやつにしたから何さ、京風って。京都じゃない、多分。あ、そういうことね、風かと思った。違う風強い味、入りきれないほどの。あ、すごい、すごい。パンもいっぱい食べるみたいになって。来ちゃった、来ちゃった、うるせえ。セミが来んだよ。いただきます。やったー、嬉しいなー。音屋でよかった。音屋でよかった。すげえ迷った。やっぱガホの好きなものって分かんないわ。感想は、感想、感想思ったより多かった。本当思ったより足りないかな。いや、多いよ。よし、じゃあラーメン食おう。うわー、野菜多い。ほら、うまい。うわー、美味しい。よかったね。うん、じゃあ今日はかぼちゃコロッケ。うん、結構サクッとしてそうだね。おいしい。うわ、おーい、めっちゃ深い、深い、超深い、うん、うまい、優しい、優しい、うん、あ、おいしい、おいしい、美味しくない、すごい。最近比較的自炊やってるけどね、うちら。もうね、前までスーパーに行くのがうちは嫌いだったの。いや、そんなに近くないのよ、引っ越してからスーパーが、うんうんうん、そう、だから面倒くさくなっちゃって、うん、1週間分のさ、買いだめとかを結構してたじゃん、うんうんうん、そうするとちょっと気を抜くと、ね、食材がダメになっちゃったりとかするから。そうそうそう、なんか1週間、うん、必ず思い通りに過ごせないっていうか、うんうん、そうそうそう、なんで急にね、予定が入ったりとかもするし、だからそれをやめたんだよね、うん、最近3日分にしたんだよね、うん。スーパー行く回数は増えたけど、そっちの方が良かった。良かった。うん、そう、だからさ、よくさ、作り置きする人って結構たくさんいるじゃん、うんうん、飽きちゃうんだよね、作り置きしすぎると。うんうんうん、なんかその時、うわ食べたいって思うものもさ、置いといたらさ、なんか、今は違うなってなって、どんどん後回しになっちゃう時ある。ちょっとの量をいっぱい作り置きならいいじゃん、うん、だからその1個の食材でいろんな料理ができるまでいったらいいよね。うん、それだったらよく、いい作り置きできそう。確かに、やっと分かった。うん、5年かかった。5年かかったよ、やばいね、うん、ラーメン食べ終わった。おー、すごい、早くない？まだ余裕だ。何分で食べた？10分ぐらいじゃない。ラーメンなんてそんなもんだよ。すごいウキウキでラーメン食べてさ、一瞬では。一時食べようよ、一時。あ、うまい、プリプリだ。で、この間さ、うん、あの海行った動画あるじゃん、うん、あのあと、せっかくだからって言って、うん、あの水族館行ったのはね、いろいろ見るんだけどさ、あのエビとカニって気持ち悪すぎないと思って。カニがね、カニがやばいね、特にこいつだよ、こいつ、こいつだってさ、本当にさ、足まで合わせたらこれぐらいあるやついたじゃん。めっちゃでかかった。こんぐらいの、海に落ちてさ、ボジャーンって落ちてさ、海底にこんなのいたら、だからもうさ、なんか気失いそう。って逃げるよね。なるよね。いや、そもそも初めて水族館2人で行ったよね。うん、カゴは思ってるよりトモヤが魚をよく見ててさ、それにちょっとびっくりした。まあそう、意外としっかり見るんだみたいな、うん、全然流してみない、全部さ、水槽に立ち止まってさ、あれはなんだ、あ、これあれか、なんとか見たいみたいなの、なんか全員分こうさ、いやいや合わせてやるじゃん。いや、だってさ、うん、大人になって初めてレベルで水族館行ったのかな、多分。子供の頃って、うわー魚だーみたいな、うん、何でも同じじゃん、魚って、うん、確かに。けど今見るとさ、これがタイかみたいな、これがアジかみたいな。改めて、ね、食材としてさ、見える。なんでいつも食べてる、こいつはこんな感じなのかみたいな。あ、うるけ。夏撮った動画はさ、うん、全部こうなっちゃう。やばい、対抗してきてすごい。BGM 消すとさ、めっちゃ聞こえんだよね。セミ結構いけるようになったの。でもいけるようになったって言ってもやばいじゃん。いや、去年よりはいけんでしょ。お、飛んでった、落とした。いつもさ、うん、なぜか知らんけど夜、うん、外に出るとさ、うん、いるじゃん、囲われてんだよね、玄関。こうやってなってるやつだね。必死じゃんみたいな。ガチ逃げするじゃん。でも騒げないからね、うん、夜だからね。
ぐらいのうちらもお互いのこと気にせずさ完食。え、すごい本当に本当だよ、米一粒もない。すごい、ビチリの匂い嗅がせて。食べてもいいよ、別に匂いだけじゃなく。うん、もうお腹いっぱいなんだよこっちは。嘘だ。うまい。うん、やっぱ餃子は皮に限るね。なんか一回さ、皮から作ったでしょ、食べちゃうで。そういえばそうだ、 あれじゃないか、すごかった。あれはあれで美味しかったけど、うん、また違うよね、うん、これもちもちとこのいい感じの絶妙な、ね、バランスがね。餃子食べた、すごい。すごくない？うん、やって本当に意外と食べれるんだな。ラーメンと天津飯と餃子。しかもラーメンは二郎系のモリモリの。エビチリなかったらちょっとよかったな。エビチリせっかくだから買ったのに。なんでそういうこと言うの。ちょうどよかったな。こっちもあるけど。これほぼカホのために買ったでしょ。まあ、うん。やっぱりこれか。あ、カホ食べたいのあるって言ってたの、これ。いや、それはクレープ。グレープか、ご飯じゃねえじゃん。関係ないんだよ。関係ないんだよね。一個食べてみたい。どうぞ、じゃあどれでもいいよ。じゃこれでチョコクロワッサン。あらら、うまい。このココアめっちゃうまい。どうぞ、ちょうだい。うん、うまっ。めっちゃうまくない？なにこれ、超うまいじゃん。うん、うまい。やっぱりね、おいしい、このパン。何そんな食べ終わった感出してんの。食べ終わってないんだよ。本当はうちら向いてないから、うん、でもこれ見ると向いてないのは私だけでは。トモヤはいけるんだろうな。3人前ぐらい食べてるよ。あー、すっきりした。めっちゃ頼りでよかった。ごちそうさまでした。結果は、結果は好み合うと楽しい。あー楽しかった、ね、結構楽しくない。でも本当に何が来るかなって。けど受け取りがどっちのか分かんないから、うん、か結構賭け、うん、でも今回うまくできた、ね、うまくできたんで、うん、あー美味しかった。美味しかった。今日も太った太った。